東京都江戸川区にある鶴田式算数教育研究所。ここでは幼稚園児がなんと小学校の算数をマスターしてしまうといいます。主催の鶴田進先生が目指すのは、幼いうちに体で覚える算数。パズル感覚で遊びながら算数の楽しさを教えています。計算ドリルのような単純な繰り返しは意味がないとも。勉強嫌いの一直線だね。詰め込む算数ではないので、勉強するタイミングは子どもの自由。算数をやりたくなったら始めます。そんな独自のやり方で鶴田式が育むのは算数の計算ができることを算数のって言ってるわけではないんだよね、うち的に言うとね。ちゃんと物事を理解して進むってことなんだよね。算数という物事を理解するのに使うのが積み木。結局積み木を使うことで、足し算でも引き算でも掛け算でも割り算でも、まず何が起こってるかを目で確認して理解して、で最終的に計算ができるようになっていけばいいんであって、 1,2,3,4 っていくつまで数えられるとかってよく言うけど、あれは1000まで数えられようが1万まで数えられようが数字が分かったことにはならないよね。上っ面の数字の遊びっていうか、足し算引き算ができることは二の次なのよ。計算ができることに意味があるわけではなくて、計算の意味が分かってることに意味がある。割り算を勉強しようか。うん、ねえ、じゃあね、割り算はね、4割る2って書くんだよ。じゃあ10分間で割り算を覚えよう。そう、数式だけを見ると難しそうな割り算も、積み木を使って見せることで理解しやすくなると鶴田先生は言います。じゃあ6割2にしてみようかな。そう、うん、書いて。同じ方、はい、2の塊が何個あるかな。積み木を見せながら問題を出すことで、子供が理解できていない部分を把握。並べ方を変えたりして割り算とは何かを視覚的に説明します。うん、この2つで1個なんだよ。3、そう、正解。次ちょっと難しいのやってみようかな。6割3やってみようかな。は見て見て、3の塊がいくつある。2だね。そう、簡単だ。簡単ともかく見せてしまえば大概のことはすぐ分かる。見せずに説明しようとするから分からない。テクニックじゃなくて、いわゆる理解なのよ、全ては。理解がある上にテクニックが乗るんであって、テクニックしかなかったら全然先に行けない。鶴田式では小学校の九九もマスターしますが、単なる丸暗記ではありません。こちらのちさちゃん、覚えた九九を書き込んでいるように見えますが、実は違うんです。暗記ではなく、基本となる足し算引き算で九九を計算する。2の段は同じ数を2つ足す足し算、9の段は10から1を引く引き算。計算の仕方を覚えておくことで、もし九九を忘れても足し引きで答えを出すことができるのです。そしてもちろん暗記による九九も覚えます。こうすることで二重の方法が身につき、算数の力が伸びる。これが鶴田式が提唱する算数のなのです。暗記って度忘れするじゃない。掛け算なんかでも突然何だったっけって思う瞬間ってあるよね。その時に二の手を持ってる子と持ってない子ってもう絶対的に違うわけだよね。でこの二の手がすごく大切で、さらに二の手っていうのは応用につながるんだよね。勉強っていうか、特に算数は連続性の中にあるわけだから、その連続性をちゃんと意識して勉強すると、もう数分の1に勉強量が減るわけね。そこをやっぱり意識したカリキュラムに変えると、小学校の算数なんて本当に激減しますよね、内容がね。算数の方を身につけることで、自分で判断する力や新しいものを生み出す発想力を伸ばすことにもつながると鶴田先生は考えています。